を出してまいりました。むちゃチャンネル。さあ、やりました。共通テスト英語リーディング2023年の公表していきたいと思いますね。まあ全体的にはレベルが上がったって感じでしょうね。かなり苦戦した人が多かったんじゃないかなと思います。まあいろんなチャンネルでね、予想してた通り難しくする方法はまだまだたくさんあるっていうふうに言ってたんですけど、まあそれを使ってきたという感じです。で、プラスで2022年、去年出てたような悪問をなくしたって感じですね。だから無茶があると照らし合わせのやり方がこんなのは問題としてよろしくないって言ったのがバッサリなくなりました。しかしその代わり別のやり方とか、もしくは今まで通りあった照らし合わせのレベルを上げてきたっていう感じですね。まあ第6問がぐんとレベルが上がってる感じですね。はい。まあ実験してるなっていう問題もありました。なんで、はい、問題を作成する側の人間からどう思うか見ていきたいと思いますね。まあいわゆるトイック満点ね、100回以上取ってますから、トイックにも詳しいし大学受験の問題にも詳しいので、その視点からどういう風に問題が作られているのかをちょっと分析していきたいと思いますね。全体としては難しいです、前回より。ただ前回の第4問みたいなふざけたものは消えたって感じです。ただ第6問がむずい、時間かかるよこれ。だいぶではいきますね。第1問が、最初がやっぱりもうトイックでよくあるような、まあトイックだとフィルアウトとコンプリートの言い換えっていうのがよく出てくるんですけど、今回はこれはフィルインとの言い換えで出てましたね。で、次がパフォーマンスを比べるやつ。あ、これは言ったと思うんですけど、共通点を出す問題が出るっていう風に言ってたんで、ね、これも直前に動画出してましたから、そういう風に意識しないといけない。The Palace Theater の方は Actors Available っていう風になってて、もう一個の方、Grand Theater の方は Greet the Cast っていう風になってるから、まあ会えるっていうのがわかりますね、パフォーマンスに。こういう風に2つのシアターあって、どうやって比べる、ね、2つのシアターがあって、どっちに行きますかみたいなね、のはよく出るんですよ。もうお決まりですね、情報処理問題の。で、第1問の B が、英語のキャンプのやつでしたよね。English Summer Camp で、これもやっぱり3つのオプションがあるわけじゃないですか。だからそれぞれのオプションで、で、最初が GIS のインストラクターズ、全員に共通するものですからね。わざわざいろんな国書いてあったよね。Several countries とかさ、ニューヨークシティ、ロンドン、シドニーとか、Many countries っていうヒントがたくさんありました。で、キャンプの最後の日に何するかって言ったら、まあそれぞれの人たちがね、ディベート習った人はディベートやるし、スピーチ習った人はスピーチやるっていう。これもだから全てね、共通点を答えるものでした。で、最後がアプリケーションを出した後にやるのはアセスがチェックに言い換えられてましたね。まあイバルエイトとかね、よく言い換えられるんですけど、まあお決まりですね。という感じで、言い換えと照らし合わせのレベルが第一も上がったなという感じですね。だからまあ共通点探さなきゃいけないんでめんどくさいです。続いて新しい靴だよね。面白かったねこれ。デジタルのハイテクなものがついている靴です。なんかいろいろやってくれるよね。で、さらにはこうなんか歩いて疲れちゃうんだけどパーソナライズしたものだからフットのね足をサポートしてくれるよっていうのは、ここ言い換え使わずにそのまま出していくんだなと思った。3問目のやつが easy to use が user friendly になってますね。はい。まあこれもトイックであるパターンなんで、おお来たなっていう感じ。で、次が音声でどこに行けばいいのかをね、ガイダンスしてくれるっていうやつでしたね。ルートがわかるわけです。で、あ、何日かを履くのに慣れるのに時間がかかったよっていう話をしてましたよね。その他もいろいろと書いてあることが選択肢に並んでるんで、厄介かなと思ったな。引っ掛けがやらしいかな。この辺は。余計な情報がいっぱいあるもんね。間違ってても知りません。予備校が引退してますから。はい。で、次 B 行って、学校まで通学するときにどうやってね、時間をうまく使うかってやつでしたね。なんでまあそれがもう問い1でしょ。で、問い2が、はい、来ました。計算です。これも言いましたね。直前のやつで、ね、計算が出るから気をつけろと。1年生が15人なんだよね。で、全体が300人だから、5% しかいないんだもんね。だから10倍より少ないですよね、出たの。やってたアクティビティが、最初に言語勉強したよみたいなの出てましたよね。英語勉強したか。で、あとは、スタディログつけてたっていう人がいましたよね。まあ、ログがレコードに言い換えられてるか。パティシパンツの意見としては、歩いて通ってる人もいるんだよね。近くに住んでて。だからその人たちもね、参加できたらいいよね、みたいな話はあったよね。いや、これ、電車とかバス乗ってる人だけでしたもんね。次は面白かったね。筆者のクエスチョンは誰が答えてるかって言って、つまりなんでファーストイヤーの人が少なかったのかってことですけど、多くの人が知らなかったからって言ってますよね、この JH さんが。っていう、なんか謎の問題ですけど、まあ答えの根拠が近くにありすぎるっていうのもね、なんか共通テストの特徴だよね。トイックとは違うんですよね、だからこれが。まあ情報処理問題って感じですね。
はい、続いて第3問。キャンプの話でね、バッグのどこに入れるかっていうのは、これはまあ簡単だと思いますね。服が一番上で、で、真ん中にフードとか書いてあったから、この問題はすんなり解けるかな。で、あったかくするにはどうしたらいいかっていうのはね、寝るとき、あれだよね、寝袋のね、何もないところなんか物詰めた方がいいよみたいなんですよね、確かに。なんで3の A は優しめかなと思った。で、3の B が、あれか、子供に、シャーロック・ホームズごっこ的なのを楽しませたやつね。で、順番を埋めていくやつで、やっぱこれちゃんと印つけていかなきゃね。デコレーションして、服着せて、甘いものを探させ、チョコレートなんですね。これ照らし合わせないといけないんだよね、これね。だから2の答えを出すためには照らし合わせが一応は必要になってます。まあ無視して答えられちゃう人もいたかなと思うんです。で、ヨーグルト嫌いなのに食わされてましたね。ヒントを見つけるために、シャーロック・ホームズごっこで。で、次は、get progressively more difficult っていうのを、gradually harder っていう言い返してましたね、はい。で、父親がやったのは子供たちに経験させてあげてました。だから第3問がまあ優しめかなと思います。ただ去年の第3問よりレベルが上がってるから。時間が足らないね。はい。で、第4問が去年よりはだいぶ楽になってますけど、やはり照らし合わせがめんどくさいですね。ダブルパッセージです。で、オックスフォードさんが、あれか暗記がめんどいみたいなやつだっけ？boring とダルかなんかが言い換えられてた気がするんだよね。まあ繰り返しやるのがめんどい。で、テストを受けたのがいつか、これね、しかもこれだってもう2問目なのにさ、なのにもう文章2つ目の後半ですからね。何この順番バラバラで出してくるの。だこの順番バラバラにすることによってレベルガンと上げられますからね。で、これ数字いろいろ出てて、ファイナルセッションの28 days を4 weeks と言い換えてますね。だからある意味計算必要だし、ラストとファイナルとかも言い換えられてるな。これいろんな数値出てるので引っかかっちゃってる人います。リーさんの方の意見としては何かを記憶するときは長い時間があった方がいいって言ってましたよね。ティムの方に述べてるマストラーニングよりももっと長い時間空けてやった方が記憶に残るんだよっていう風に言って、で両方のライターズが言ってるのが、経験だよね。コンテクスチュアルラーニングっていうのがエクスペリエンシャルっていう風に言い換えられてましたね。の経験に基づくってやつね。そう、ただただなんかテキストとかね覚えるのじゃなくてってやつね。でそれがベネフィシャルだっていう風にリーも言ってたんでね。でさらにこのリーさんの意見を強固なものにするにはどうしたらいいみたいなやつで、まあ普通に考えたらどれぐらいの期間あげればいいのかっていうのが分かるといいですよね。これも消去法でやるしかないんじゃない？まあいわゆる推測的なものだよね、ある意味。このだから一歩踏み込んだ推測っていうのが、まあレベルを上げることができるよって言ったやつですね。共通テストの。だ出てきましたよ。で、第5問。これもさ、答えの順番がね、バラバラだからめんどいなって思ったけど、最初がサッカーやってたんだけど、チームスポーツ向かなくて、テーブルテニスにやったんだよね。individually っていうのが、avoid playing a team sport って言い換えられてるでしょ？で、次の、なんとかさんが教えてくれた、Ben's brother が教えてくれたのが、まあ、ソーシャルスキルですか。これもね、離れてるしめんどいよね。なんか、正確に回答するには2箇所見ないとさ、絶対これだって分かりにくいし。で、次の5つのうち4つを並べて帰るやつね。まあ、これテーブルテニスチャンピオンにはなってないですから、シルバーメダルですね。シルバーだったんで。で、後の順番を並べればよくて、そうですね、先生に。相手をちゃんと見るようにしなさいって習って、相手を観察するようになったんだよね。で、ブラザーとテーブルテニスについて喋った。まあ最初は違うこと喋ってて話題を変えたんだよね。で、それでシルバーメダル取って、パーティーに誘われたけど断ったんだよね。面白い。もうめちゃめちゃコミュニケーション取れない人間。他の人ね、その見方を分かるべき。で、最後、このストーリーから学べることとか、はい、みたいなね。まあね、このアドバイスによってね、いろいろ変えられたりとかさ、そのテーブルテニスで習ったことを人間関係、コミュニケーションスキルにも応用できたりとか、そういう話でしたね。まあ、難しくはなってるけど、第5問はまあ、めんどくさいけど取れてほしいかなって感じよ、ね。で、問題は第6問ですね。はい、非常にめんどくさかったと思いますね。コレクティングについてですね。私3ページ目があるって知らなくて、めちゃくちゃ何回も読んじゃったよ。最後の段落だけ別ページなんですよ。めっちゃ余白あるからさ、31ページ。もう終わりだと思って何回読んでも答えないじゃんって思ったら次のページにあったっていうね。大きい紙でやってれば気づくんだろうけど、こう重ねてたから気づかなかった。はい、最初が、あ、そうですね、誰かにとっていうのをトラッシュっていうのがトレジャー、別の人にとってはトレジャーであるっていうのをね、はい、いいか、インポータントとかオブバリューとかね、言い換えてましたね。で、次が、大人になっても、そう、3割ぐらいの人は、物をね、コレクションするっていう話でしたね。ワンサードって書いてあってね、本部。次が、コレクションする理由としては、まあ、思い出として、いろいろなイベントのものを取っておいたりとか、あとは取っておいてね、後に高値で売るっていうね、利益を得るためって人がいましたね。で、最後が最終段落にあって、どういったコレクティングするものっていうのがね、どういう風に変わっていくか、このデジタル世代でね。だサイズとかシェイプが変わったりするかもね、とか言ってね。フォーム&スケールでしたね、本部。ではね、はい、その段落が見つからなくてめちゃめちゃ時間を無駄にした。
で最後謎の生物、はい、クマムシの話ですけど、まあ難しかったんじゃない。ただまあこれもあの共通テスト講座の中で喋ってましたけど、難しい表現とか分かんない表現は必ず言い換えてくれるって何度か言ったと思うんですけど、だから今回の専門用語いっぱい出てきてるんで言い換えてますね。ちゃんと医学部受験で勉強してたら分かっちゃうんですけどね。で最初が説明のやつで、答えがさ5択で、その中からノット問題だからね、1個だけ答えるやつで、またさ2ページ目に答えあるでしょ。しかも何なのこれ、すげえ離れてるじゃん。だから俺先に問題見とかないと無理ですよ。いきなり解こうとしても超後ろだもん答え。まあ4レッグスじゃなくて8レッグスだもんね。でその後、足のクロウだっけの話が出てきたりとか、プラントとクリーチャー食べるが出てきたり、歯じゃなくてスタイレッツがあるよ、目が見えないやつと目が見えるやつがある、でもポジションはなんか同じところになんか穴があるみたいな、なんかそういう話でしたね。でタンの状態とかってなんか水がない状態だとすごい水なくても生きれるみたいなんだったよね。でさらにはそう、宇宙行ってさラディエーションがあっても生きれるってすげえなって思った。放射能耐えられるんだよね。まあ数字をいろいろ使って引っ掛ける気満々だよね。謎の生物のねどういう風に部分はこれが何ってやつね、もうよだれ出てくるところとかさ、これまあファリンクスとか、まあ言語学でもやるんで、音声学でね、むずくないんですよねこの辺ね。食道とかもさ、イソファガスとかねやって、でお腹のところに来るからスタマックに来るからっていうので、まあこれはあの医学用語とかやってる人は一瞬で分かっちゃうね。まあそれが分かんなくても説明が出てますから、どれね、歯の代わりにこれとかっていうのもね説明されてるんで、まあ答えは出せるかな。で最後のスライドについてどれが言えるか、これもねややこしいよね。アースでも生き残れるし、スペーストリップでも生き残ったもんね。だからまあもしかしたら人間よりもね、生きる人間よりも生き残るっていうのはまあ言えるんじゃないのって思いましたけどね。はい。だこれも推測なんで難しいよね。月に行ったのは確認できてないですからね。そう、月に人間が行ってないから生き残ってるかどうか確認できない。最後のやつも推測めっちゃむずいよね、これね。書いてないわけですよ。そう、だからこれが言ったやつです。推測問題っていうのがむずくできる。ただ共通テストっていうみんなが解いてる試験でこれができんのかってね。だから照らし合わせと推測っていうのが難しくする方法、ね、ラディエーションに耐えられるだと思うんだけどね。 Millions of years このクマムシは生きてるけど、他のまあクリーチャーと一緒にっていうのが、言えんのかなって感じだよね。でも他のクリーチャー食ってるって言ってるから、まあ照らし合わせと推測で OK にするのかなって感じはな。リサーチャーズはイスラエルじゃないよ、ヨーロッパだもんね、という感じで、はい。はい。まあ、消去法でやってこれかな。もうちょっとなんか、はっきり消去法で区切れるやつにしてほしいけどな。あれ、これもありえんじゃないのかなとかって思わせると困ります、推測問題は。はい。という形で、推測問題は非常に厄介です。ちょっとやりすぎじゃないって思いました。はい。まあ、まさに、竹田ジャックチャンネルで言ったことですね、これ。ということで、ご視聴ありがとうございました。テキボーチン。いや、お疲れた、疲れた。本当受けた人、お疲れ様でした。